おはようございます。モテキ工作美空研究所朝礼、今日は12月15日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。砂塚森忠さん、おはようございます。森本茜さん、おはようございます。山本健人さん、おはようございます。今日の夜ね、ご予約いただいたので、モテ作コンサルやりましょう。いや、お疲れ様です。そうですね。あとは、あ、ごめん、ちょっと注射。清水信之さん、おはようございます。寺石ゆかさん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。めちゃくちゃうまくなってんじゃん 明らかにうまくなっていった。楽しいですね。なんだろう、自分がうまくなってる気分になれる感じがいいのかな。だからやっぱり一番最初のさ、スタンド FM でまだこう音途切れたりとかの時のスタートラインを知ってるからだと思うんですけど、すげえこんなに上手くなるんやみたいな よかったな。いや、もうなんかすごいいい気分でした。クリスマスソングとかバックナンバーとか全く僕知らなかったんですよ。で、まずその原曲聴き直して、ああ、いい曲やなと思って。あ、茜さん、おはようございます。で、これでも逆にむずっと思ってさ そうそう、なんか友人さんも言ってましたけど、なかなかむずいのにいきなり取り組むなみたいな話だったじゃないですか。で、まあ実際ね、そのあれいつでしたっけ、2週間ぐらい前でしたっけ、スタンド FM に、とりあえずなんとかこう音取れましたっていう状態の、まあ、まだ引っかかったりとか音が途切れたりとかっていう段階のトランペットの音声ね、勇気いったと思うんすよ 聞いたことないからね。俺結構スタンド FM って音楽得意な人がすっごい上手なギターとかすっごい上手なピアノとか、バイオリンだとか結構あるんですよね。上手な人が上手に弾き語ったりとか、なんかね、音楽ライブをお届けしてるみたいな、そういうチャンネル結構あって、まあまあそれはわかるじゃないですか。一方でさ、逆にめちゃくちゃレアだと思うんですよ。これから練習しますっていう状態の初めの一歩みたいなさ、あれを投稿してくれたじゃないですか。で、その後サロン内でもちょこちょこいただきましたけど、まあだからその伸びしろも見えているし、で、その伸びしろのうちのどの辺まで塗ったのかみたいな、塗り絵として、ああ、すっげえ塗ってきたじゃんみたいな感覚で、その時系列を共有してないと、時間を共有してないと感じ取れないですよね。その現時点での、これぐらいの技術ですねっていうだけを見てたら、わからない喜びだと思うんですよ。まあ、娘のピアノの発表会とかで、毎回思ってたんだけど、その、毎日こう、たどたどしく練習してるところからだんだんスムーズになってって、で、発表会で緊張しながらちょっと一回間違えたけど、なんとか弾き切ってみたいなさ、あの時えらい感動するのなんでなのかなと思って、それ上手いからじゃないなと思ったんですよ。で、これって我が子じゃないとダメなのかなと思ったんですけど、全然我が子じゃなくてもいけますね そう、だからユージンさんのトランペットでそれ証明できたなと思って、ああいう、その今ユージンさんがこう絶賛ね、伸び盛りの最中にいて、アップしていただくたんびに音が太くなってったり、高音で飛びがちだった、かすれがちだった音が出始めたりとか、あ、周平さんもおはようございます 皆様お仕事出勤前に お忙しい時間 お付き合いいただいて、そう、なんかさ、で、あれってさ、昨日の友人さんのトランペット聴いてて、もう
完全にね、娘のピアノの発表会がダブったんです。おはようございます。もうなんかグーってなりながら、ここ越えれるかって思いながら聴いてるわけですよ。越えれるかって思いながら、もしダメだったらどうしようって思っているところに、思ってたよりも太い音がバッて入って、それがその要するに心配とか不安とかが若干こう感じられてるところに、期待値よりもかなり上のものがポンって来る時に感動するんだなと思ってその期待値よりも上に触れるということが感動なんですね、おそらくね。でなんかちょっと感動って言ったら大げさすぎるかな、これまだ感動とまではいかないんですけど、すげえいい気分なんだめちゃくちゃなんかこう自分が上手くなってってる感、練習してるかのよ、練習してちょっとずつ上手くなってる手応えを掴んでいるかのような疑似体験ですかね。でも自分はさ、トライペット何もしてないしさ、聞いてるだけじゃん。だけどそういう気分なんだよな、これ不思議だなと思って。でも多分本当に他人で何の関係性もなかったらそうは思えないと思うんですよ。まだ上手くないんですね、練習し始めなんですね、始めて1ヶ月ぐらいなんですねってただ思うだけだと思うんだよね。で時系列追っかけてたとしても感情移入してなかったらそうは感じ取れないと思うんですけど、まあ俺とはモテ作と友人の中だからだからでしょうねだからでしょうね。だからその自分の娘のピアノと同じで、やっぱりある程度の関係性の近さ以上にこう内側まで入ってきたら、感動できるポイントっていうのがすごく増えるってことですね。クオリティ云々ではなくて、クオリティの勾配がこう上向きになっていることが大事で、でなおかつ一番こう初めの一歩のたどたどしい、普通によちよち歩きというかハイハイしてるのかぐらいなところから追っかけているから、立ったみたいな感じがあり、立った後にえ走っとるじゃんみたいな、あの段階が一番感動するじゃないですか。子供がねでかくなっていくときに、その何も考えずに無我夢中でこうチャレンジしている感じとかにすっげえこう感動しますよね、赤ちゃんとか。で多分そういうことが何も考えずにチャレンジっていうのができなくなってるから憧れちゃってんだよな、どっかでな。チャレンジしようと思うじゃん、なんとかこの46歳でも伸び盛りで成長するためにチャレンジするんだと思ってるんだけど、考えちゃうわけよ、考えてチャレンジしてんなと思うんですけど、赤ちゃんはさもう考えずに無我夢中でチャレンジしてるわけよ。そこにこう憧れがあって、最近ねチャレンジライクアベイビーっていう標語みたいのにすごいハマったんですけど、いやそうやなと、そこに憧れるなと思うんだけどさ、なんかでもその、まあ、友人さんはもちろん考えていろいろきっかけがあった上でチャレンジしてると思うんだけどさ、ちょっと他人だけど関係は近しいぐらいのこの距離感だと、まず伸び率に簡単に感動できるっていうのと、感動っていうか自分が上手くなってる感を疑似体験できてめっちゃ気持ちいいっていうのと、演奏してる時に何考えてるとかそんなに分かんないからさ、何も考えずに一生懸命チャレンジしてるように映るんですよ。これがいいんですね、なんかね多分すっげーよかったな昨日のやつな、あの部屋にいるかのような感じになれて、ピアノと合わせてベースと合わせてね、なんかそのバックの演奏がまたちゃんと知ってるじゃないですか。だからその安心感もありつつ、その中で、初心者だけど絶賛伸び盛りな
状態で頑張って一個でもよりいい音というかより太い音っていう、でそれがさ着実に増えてんじゃん。それがね気持ちよかったっすね。聞いてるだけなんだけどね、いやーよかったな、よかった。こんなサロンになろうとはね本当思ってなんですけど、いやでもあれを聞けて、あれを聞くにはさ、であれを体験するにはこのサロン開かなかったってできなかったっすよねきっとね、うん、よかったなと思いました。そしてまああとは前か前の放送はさ、まあ毎回あいつちょこちょこ入り変えてくるような、あのあいどうも前ですっていうところまでの入りをさ、なんかあれがいいよな。あの僕はもうかれこれ1年半1ミリも変えずに喋ってるんですけど、例えばさ毎回ちょこちょこ変えて本当に何も考えずに録音ボタンを押して今日はですねっつって本当になんていうか思ったまま喋ってんだなっていう、でだからさ葛藤してる時は本当に葛藤が出てくるじゃん。あれが最高っすよね。自己中良くないよと。いやーね、そういうことあるよな。あとは仲いい子が仲いい子の機嫌だってたまには悪くなるっていう、まあ、当然のよくある本当に善のありふれた日常ですよ。ありふれてるよ確かに、誰にでもあると思うけど、価値あるよな。あるって知ってんのにあれを聞いたことはないはずなんですよね。ああいう話を小学校4年生から直接ですよ。いやあの小学校4年生の生のリアルタイムの葛藤にちゃんと触れるってすげえ難しいことだと思うんです。まずなぜならですね、小学校4年生そこまでちゃんと葛藤言語化できないっていう、普通普通はね、あの全以外に聞いたことないです僕はね。こういうこともあるよなとか、だけどこうじゃねえかって俺は思うとかさ、そのなんかモヤモヤするなってみんな思ってると思うんだよ、全国の小学校4年生が。でその俺はこうだと思うけどな、そっちはそれを良しとしていて、なんだかその悪気があるわけじゃなさそうだ、その彼は彼で理由があって一生懸命やった結果そういう状態に陥ってるみたい、でもこっちから見てもこれでいいやんってなってるみたいなさ、そんなのまあ大人になってもいくらでもあるけどさ、大人はまだ言語ができるじゃないですか。でまあ自分ができなくても世の中どっかに言語化してくれてる人がいて、整理してくれてる人がいて、まあ確かにそういうもんですよねと、会社でそういうことありますよねと、まあ家庭でこういうこともありますよねと、でだから本読むなり YouTube 動画探せばそのハックじゃないですけど、まあこういうところを抑えればみたいなさ、ノウハウチックの話もあれば、あの単純にね感情を共有してスッキリするでもいいんですけど、まあ、それは大人ではこう当たり前に行えることだし、そんなに難しくないことだと思うんですけど、小学校4年生のそれはあの大人と基本的に本質変わらないんでしょうけど、でも貴重だよね。大人になった時にどう感じるかと今善がどう思ってるかっていうのは多分全然違うもの
だと思うんだけど、小学校4年生の時点のリアルタイムではほぼ基本的に言語化されないので、誰もなんていうか本当の意味では分かってない。先生とかもさ、本当はそこを知った方がいいと思うんですよ。少なくともまあなんか学校運営とか、学校のクラスでも学校全体でもいいんですけど、より楽しいフィールドを作るのが学校の先生の、まあ本当の目的というか、どういう学校だったらこの子たちにとって素敵なんだろうかが、まあ、先生の大命題ですよね。何をまあだから教科を教えるのもその大命題のための一環のパーツでしかないわけじゃないですか。なんだけどその昨日ねちょっと娘の学校の学童保育のまあちょっと集まりみたいなんで、スタッフさんとちょっとお話しすることがあって、でまあ一緒に実際も遊んだり走ったりしてきたんだけど、でその時の最年長が小学4年生、1年生2年生4年生で総勢50人ぐらいいたのかな。で結構がっちりいろいろ喋ったり一緒に走ったりしたんだけど、だから4年生の話とかってさ、まあ結構大人なわけよ。女の子とかなんか特にさ大人びているからちゃんと受け答えできるんですけど、そうそうさ、なんだろう、本当の望みとか本当の関心事とか、言葉にするのは難しいし、ちょっとの間一緒にいたぐらいじゃさ探るのもなかなかのハードルなわけで、そこまでこの大人を信頼していいのかっていう関係性からスタートするからさ、目線合わせるのに結構ね、時間もかかるし、だけど知った方がこっちもよりなんていうか、まあいた方がいい大人にのムーブをできるようになるわけなので、だから知りたいんだけど、この大人に何を言ったら分かってもらえるのかっていう向こう側の事情もあるわけで、でそれを言語化できるかどうかっていう向こう側の事情もあるわけで、それね結構学校の先生大変だなと、まあ、学童保育のスタッフさんもそうなんだけど、あ、ゆうじさんおはようございます学童保育のスタッフさんにしても、まあでも学校っていうフィールドを使ってより子どもたちが素敵な大人になるための何かしらをやる場所なわけですよね。でそのためにどういうふうにあればいいのかっていうので、いろいろ考えてイベント考えたり教科を工夫して教えたりされてるんだと思うんですけど、わかんないのよ子供たちの本当の関心事がどこにあるのかと。早く走りたい人って言って早く走りたいってみんな答えるんだけど、本当は別に早く走るかどうかなんてどうでもいいって思ってるやつとかいっぱいいるわけじゃあその人にさ早く走るにはこうすればいいみたいなことを押し付けてもしょうがないよね。じゃあなんだ、そのだけど集まってなんかワイワイやってること自体はどうやら楽しそうだっていうところから入って、本当にこの子は何したいのかなっていうのをゆっくり感じ取っていろいろこう手を打ってって試していくしかないわけよ。でなんかハマったら、あ、じゃあもうそれやってなっていう感じだよね。でもなんかそれそうこうしてるうちにだん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 こう大人で楽しそうにやっているのを見ると、それを真似しだしてこうミラーニューロンじゃないですけど脳みそがつながり始めて、最初はもうあっちゃこっちゃにチリチリバラバラにさ好き勝手に走り回ってたんだけど、別に集まるなんて全然しないんだけど、一番楽しそうなやつを選択するんだよね勝手に。だから一番楽しそうな小集団をなんとか生み出して、その中心に、スタッフさんとか、まあ僕もそうだけど関わる大人がその中心をさらに盛り上げるっていうムーブをちょっとずつ付け足していくと、
自然とそのチリチリバラバラに勝手に動いてた人たちがもう自由に一人であっちゃこっちゃ行くことに一通り飽きたら戻ってくるわけで、だん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 こう全体がまとまってって最後はワンチームになるんですよ。面白いなと思って。でまあだからあんまりまあその、ね、昨日は葛藤とか喧嘩とか小競り合いみたいなことなかったけどさ、だけど本当にやりたいことっていうのを探るにはある程度こう自由に動かしてみて、その動いた状態とか自由に勝手に喋らさせて、喋ってる言葉の表面的な意味じゃなくて、どういう表情で言ってるのか、どういうテンションで言ってるのか、何を訴えようとしてるのかとか、俺ここにいるぞを言いたい人もいるわけよ。とにかく俺を見てくれっていうやつがいるわけかと思うとすっごい後ろの方に隠れて、本当はゆっくりちゃんと取り組みたいんだけど、前には出たくないっていうね、まあそういう子もいるわけじゃないですか。それって整列させちゃうとダメなんですよね。分かんなくなっちゃうんですよ。でだからまあ普通の学校生活だとやっぱり整列が多いんでしょうけど、まあ放課後のね学童保育の お遊び時間なんで別に整列なんかなんもないわけですけど、だからかえってそういうのがこう生のまま吹き出してきて非常に面白かったですね。でまあそれと比べてこう禅みたいに言語化能力高いやつ多かったら助かるだろうなと思ったよね。めちゃくちゃ助かるだろうねと思ったね、でなおかつそれさ、その現場でリアルタイムで即座に反応して瞬時に次の手を打つみたいなことをスタッフさんたちはみんなやってるわけですよ。すごいなと思って、そのまあまあ毎日々の積み重ねがあるから、誰々ちゃんはこうでしょ、誰々くんはこうしたいんだよねっていうのがまあまあ大体分かってて、今日はこういう気分なんだねっていうのが分かってて、手を打つっていうのはあれですけど、いてほしい場所にまあポジションを取るっていうか、声をかけてほしいのか、ちょっと遠くから見ててほしいのか、まあいろいろあるんですよ、その子によって。そのいいポジションをね取りに行くっていうスタッフさんのこう動きがあって、非常にこう勉強になったんだけど、データでさ、音声で俺は今こうだと、でこういうことあった時にはこう感じたんだと、記録として残しといてくれると本当に付き合いやすくなると思うんですよね。ああそういう風に思うのかっていうさ、ところを分かってるか分かってないかはめちゃくちゃでかいんですよ、周りの人の付き合いやすさっていうか。まあだからそのまあなんかね、いざこざとか、衝突とかさ、まあなんだったらそのいじめまでいかなくてもさ、ちょっと距離取っちゃうなあの子たちとの関係では、あっちのグループにあんまり入りたくないなみたいな、ちょこちょこできてくると思うんですよ、ほっといたら。だけど大体の場合ほぼね情報不足なんですよね、その子たちとその子たちの間における情報不足って簡単に起きるんですよ。それだからまあ言語化能力低いし、そもそも言語化したところで読解できるかの問題もあれば、相手の関心事に関心を払うみたいな、そんな高度なことさ大人でもできないんだから、大人でもできないんだから、子供たちはなおさらね、相手が何に関心を抱いてるのかに関心を持つなんていうことしないわけよ。そうどんどんずれるわけ、勝手に勘違いするし、勝手にあいつはこういうことを言った、こういうつもりに違いないみたいな感じが起こすし、まあ、その勘違いのおかげで一気に仲良くもなるし、一気にこじれたりもするっていう、まあ、そのこう分裂と融合のさ、繰り返しが激しいわけよ。なんかでもまあそれがねこうちょこちょこたくさん起こっていることがある種健康なのかもしれないですけど、まあでもそういう中にあって、まあ小学校4年生とか5年生とかちょっと高学年になってきたらさ、
まあ若干こう大人に近い引きずり方をするというか、頭が良くなってくるからさ、記憶も残ってるしさ、あの過去の行動の履歴とかも気にして、あいつ今までこうだったからこういう意味に違いないとか文脈まで理解しちゃってさ、でその上に勘違い乗せたりとかすると、まあなかなかのこじれ方するんですよね。それ考えたらさ、やっぱ記録に残っていなくて、なおかつ確認二度とできないような状況での情報不足っていうのが、あの結構致命傷になっちゃうんですよね。だけどゼミみたいにさ、まあ原稿能力、自分の原稿化能力を鍛える意味合いもあるけど、それ以上に本当にリアルタイムでこう思ってる、こう感じた、こう見えたを残していたら、周りがこう情報不足に困らなくなるんですよ。周りはこう一回勘違いしたとしても、本当はどうなんだっけ、善ってこういうこと言いたかったんじゃないかとか、善ってこういうやつだよなっていう勘違いを正すにもたどりやすいじゃないですか。こういうこと言ってたな、全然、あ、よく考えたら見えてんのかここまではっていうのがたどれるんですよ。だからもうこう上がってる時も下がってる時もさ、そのまんま喋ってるから、もうめちゃくちゃ貴重なデータだなと思うんですよね。これはね、全の教育上もいいことなんだけど、周りにとってもすげえ貴重なデータだと思うんですよね。あんなデータ捉えたことないからね。だって世界で小学校4年生で音声配信してるやつがいねえから。だけどそのデータ集まって蓄積されて、なんだったら将来こう複数の人がやり始めて分析できるぐらいこう数が増えてったら、成長とともにこういう風になっていくものであるとか、それこそさ、健太さんの領域じゃないですけど、教育心理だとかね、まあ、教育学全般いろいろ心理だけじゃなくてあると思いますけど、発達段階に応じてどんな指導が適切とかとかさ、まあ、指導ではなくてコーチングなのかティーチングなのかみたいなことも含めてですけど、あれってさ、その大人に対する教育研修みたいなプログラムってめちゃくちゃこう世の中発達しやすいんですけど、子どもの児童心理だとか児童教育学だとかさ、あのまあいろいろね、ちゃんと科学的なアプローチでエビデンスベースで結構ね近年はやってるんだけど、まあ言ってもさ、アメリカの研究持ってきて全然文化的背景違うし家庭の環境も違うしみたいなのをそのまま適用できるとも思えないし、あの日本は日本でじゃあ情報をすごく集めにくいですよね。非常にこうセンシティブなところがあるので、調査だとかさ、エビデンスベースの教育をやりたいからこういうふうにデータ取りたいですとかって言ってもまあ集まんないんだよね。すっげえ大変なんですって。すごい聞いてて、でまあじゃあそうデータのないところで学問としてどうやって進めたらいいのって行き詰まると思うんだよね。まあ、ある程度のことはできるけどさ、その観察として、まあ、経験値の深い人たちの考えをまとめてすり合わせてっていうディスカッションはできると思うんですけど、事実ベースでまずデータはどうなってんのっていうところからスタートできないんですよ。ちっちゃい子は特にね、まあ、本当に赤ちゃんとかだったら最近この環境省とかがさ、あの健康観察とかの、まあ、頻度をね、ちゃんとデータに落とし込んでデジタル化してみたいなことはねちょいちょいありますけど、まあ小学校低学年から高学年に上がっていく段階で、まあややこしいところだと思うんですよ。個人差も大きいでしょうし、男女差も大きいですし、明らかにね、女の子たちめちゃくちゃしっかりしてんのよ。でも話ちゃんと聞けるわけね、一方ではね。
一方ではもう話してもわかんねえなと、やってみせるしかないみたいな男のこと、まあもう激しいんですよ、個体差が、個体差って誰ですけど個人差ね、めちゃくちゃ激しいんだけど、でもそれぞれみんな、なんていうか楽しみたくてその場に集まってて、思いっきり笑えたらただそれは最高っていう、その最高の目的を達成したことにほぼなるっていう共通のゴールみたいなのはなんとなくこう共有してて、みんなそのために集まってるんですよね。喧嘩したくて集まってるわけじゃないし、教えられたくて集まってるわけでもないっていうねめちゃくちゃいい一日だったわ、あの放課後の50分のおかげで最高だったわって家に帰って持ち帰って、お父さんとお母さんにこんなことあってさ、もうめちゃくちゃ俺早かったわみたいなこと言いたいっていうのが最終的な目的なんですよ、うん、でも実際にタイムが早いかどうかよりも気持ちよく走れて、周りのみんなと仲良くできて、なんか気分がいいっていう、その時間が長かったっていうことが大事なんですよね。その時にさ、もう圧倒的に情報が不足するなというね、観察以外に手段がないのよ、言語化できないから、うん、まずそういうことです。禅の放送がいかに貴重かをなかなかしゃべりましたそう、俺は昨日改めて自分の娘の小学校行ってそれを感じましたよ。禅の放送は何十回聞いても聞く価値があるっていう内容なんだなと、うん、データとしてね、あれほどの貴重な加工の入っていない一次データってないんですよ。で、一次データっていうのはその測ったまんま、生のまんま、誰も加工してない、手も入れてないし、フィルターもかけてないし、見る角度とかも偏りがないっていう状態が自然科学ではめちゃくちゃ貴重なんですけど、それさえあればそれに対して加工はいかようにでもできるから、加工する技術っていうのはいくらでもこうね発達させられていて、テクノロジーの進化に任せればいいだけなんで、いくらでも道具があるんですけど、一次データだけは100年前と今と価値が変わらないんですよね。金みたいなもんですよ本当に価値の変動がないものは無加工の生のまんまの今その人が持っていることをデータ化するっていう。で、これが大人はおいおいねこうやって始めていくじゃないですか。影響力を持ちたいのか、仲間を増やしたいのか広げたいメッセージがあるのかさ、サービスの広告のためなのか、まあいろんな目的でこう発信するデータがどんどん増えていくんですよ。大人はもう小学生はさ世界初だからね、めちゃくちゃ貴重だなと思ったっていう話でございました、はい、ということで今日も一日皆さん誰と笑いますでしょうか。まあ俺はとにかく朝からね全と笑った気持ちだし、友人さんとトランペットで本当になんだろうな、いい気分でしたね。本当に自分が上手くなってるかのような錯覚になるっていうのがこれほどのエンタメなのかというねだからやっぱり最初は上手くない状態を一回共有してポイその旗を立てておいて、そこからのスタートですよのこう伸び率をちゃんと示したことがねめちゃくちゃ効いてるよね。でここからまた上手くなっていくじゃないですか。だけど多分一番最初から最初の1ヶ月とか 2週間とかの伸び率に対するできるようになった、上手くなったっていう、それをこう自分がやってるかのような疑似体験っていうか、その感動に近いものっていうのは最初ならではのね、こうそこしか感じ取れないものがあるなと思いましたよね。はい、ということで今日も良き一日を
芸人さんも行って、お仕事の準備中だと思いますけど、行ってらっしゃいませ。では、じゃあね、良き一日を。